SL 万越物語、SL 万越物語、SL 万越物語とは、東日本旅客鉄道、JR 東日本が万越西線に伊津駅合津若松駅間にて運行している臨時快速列車である。運行開始当初は SL 万越物語号であったが、2008年の運転から正式名称がヘッドマークに準じた SL 万越物語に変更された。 なお、この列車用に改造された客車も、万越物語と呼ばれる場合がある。地域観光列車の側面が大きく、万越再線周辺市町村により、SL 定期列車運転協議会が設けられている。新津駅五千駅先花駅三河駅、津川駅肘谷駅野沢駅山戸駅、北方駅、塩川駅藍津若松駅郡山駅。 バンダイ駅、稲ナ城駅、バンダイ駅、広田駅、ア津若松駅。SL 番越物語は、C57180 が、専用の12系座席車4両、展望車2両、展望グリーン車1両の、計7両を牽引する編成で運転される。この機関車は、新潟県新津市、現、新潟市秋葉区の新津市立新津大小学校に、 丁寧に保存されていた C57180 を大宮工場で修復した上で運転に当てている。保存当時は屋根がかけられた上、30年間にわたり、春と秋の年に買い、点検、油差し、磨きなどが行き届いていたため、保存状態が非常に良かった。郡山会津若松間は急勾配のためで銃、ガタが放棄としてつく。使用客車は、田リニューアルセンターにおいて、 外反塗装をジー色がチョコレート色、窓周りがクリーム色に塗装変更。車内では内装材と床材の木目調アレンジが施された。他に、便所の様式化と洗面のリニューアル等が施された12、軽、客車6両が使用され。その翌年の12月には、スハーフ12160を改造した展望車、オハ12701を増結した。 2007年の営業運転再開時4月28日には万越物語用12景客車のリニューアル改造工事が実施され外販塗装は地色がチョコレート色窓周りがクリーム色から地色がオリエント急行を思わせる紺色に変更して車内も座席のせずりを高くする等といった改造がされたまた展望車両4号車に配置されていた 車内販売スペースを5号車に移したため、定員は504名から468名に変更された。また新設された50インチディスプレイでは、C57-180 の歴史などを A デ、e、する。多目的室、SL 宣伝コーナーも新設。車半コーナーでは新たに生ビールなどを取り扱う。各車両の通路ドアを改造し、自動ドアを導入した。 このリニューアル改造工事は4月上旬に完了し、4月13日に新津駅ホームで報道関係者に公開され、4月14日15日には DD53 に県員によって、上津本線新津坂田間をお披露目運転として走行していい。2012年度の運転から5号車の普通座席が子供向けのフリースペース、おこじょルームに変更され、 定員は408名となった。2013年度の運転からは、全国の定期 SL 列車では、初めての試みとなるグリーン車の連結が実施された。同車の改造は、新潟トランシスが行い、形式は、スロフ12102となった。なおこの改造の際、車体は、新生とし、台車や床下の機器類は、新生車体へ移設とされた。元の車体は、 新潟トランシスにしばらく留置された後、新潟新幹線車両センターへ移送された後に解体処分取れた。クリーン車となった7号車の定員は30名、1編成の定員は366名に変更された。この時点では残りの1から6号車は塗装変更を行っていなかったが、2014年度の運転からは7、両前車両の塗装が クリーン車と同一の塗装となり、さらにおこそかな雰囲気が演出された。その際、1号車、スハフ12101も7号車同様に改造工事が行われ、2012年度より実施していた、おこじょルームが本格化し、子供たちが楽しく遊べる遊具が完備された。また、同時に、クリーン車と同様に、パノラマ展望室が追加されて、おこじょ展望車両と名付けられ、 この改造で1号車が完全フリースペース車となり、5号車は普通座席に戻された。このため1編成の定員は366名から338名に変更された。この一連の第3次改造は検査担当先の秋田総合車両センターにて改造工事が行われ、車体の申請は行わず既存の車体を再使用して改造した。改造後同車は 方向転換を行い、車掌室を2号車側の向きにして連結される。この改造は、土崎工場、秋田総合車両センターで行われていて、まず2月3日に、オハ12,701、オハ12,316、オハ12,315が、3月5日に、オハ12,313、オハ12,314が、出場して、3月19日に、 C57180 番越物語客車6両での試運転、おこじょ展望車決車が行われ、その後3月27日におこじょ展望車化されたスハーフ12101が出場して3月30日に新潟ワクワクステーションイベントの一環としておこじょ展望車が展示された。4月3日に再度自治体関係者を招いた試運転を実施し、 同つ日より営業を開始した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。